からしょうがないんだよ。え、なんかもうちょっとこうね、言っといたけどハッシーがそうやって言ってたよ。イメージダウンだよ。何が？なんでダメなの？え、ダメじゃないけど、いや、俺としてはもっとこう考えにくいっていうか、そのおすぐに次っていうの。いや、あと2時間の戦時安いですよね。のりちゃんに言えばいい。言わなくてもいいけど、言いたいなら言ってもいい。青ちゃんやばいな。まあでも恋愛は理屈じゃないから。そうだよ、本能だよ。俺この人知ってる、多分斉藤優斗。なんで？わかんない。同い年でしょ。斉藤優斗。あれ26歳だし、あれなんか一緒にサッカーやった記憶があるんだけど違うのかな。じゃあ後でナンパしてみたら。うん、へいへい、へいへいって、へいへいへい、26歳だ。うわー、うわー、絶対早いな。なんなら人数的にサッカーチームにしてるじゃないですか。ナイスキーパー。誰でもいるし。本当に26歳、うん、あの人だって気がしたんだけどな。聞いてみたら。あ、でもほら、大和さんを25歳にしてる。可愛くない、箸可愛くない、に可愛こぶったわけじゃねえ。なべちゃん、じゃあ、おー、いいね。わー、やっぱこれ色、やっぱこれ色だね。これ色だね。まさにゴライロだね。まさにゴライロ。お。そうね、幼稚園のお父さんたちの飲み会なの。何？幼稚園のお父さん。お父さんたちの飲み会なの。どういうこと？え、何、どういうこと？あ、ビデオになっちゃうから、また後で。牛家庭ですか？違います、また後で。なおこちゃん、どうして来ないのよ。今日俺が運営スタッフ、多分誰もいないよって。いるよ、3人もいるじゃん。1人に絡みづらいのがいるってまた言ったの。言ってない。言ったじゃん、絡み紹介した時にさ、しっかり者ののぎこさんと絡みづらいチェイさんですみたいな。それはさ、最初のね、最初の入りのね、やっぱり大丈夫。チェイさんが一番多分仲良くなれると思うよって言ってた。嘘、大丈夫？無理。出るんでしょ？エイタン！決めにゃー、それ決めにゃー。エイタン！決めにゃー。バギカ。僕止めて。あの人すごいな。今3点目。うわ、やべえ、4点取ろう。マジまで1点じゃん、2点だ。うわ、2点取った。あー、いいな。いや、取ろうと思えばね、取ろうと思えば、取ろうと思えば、じゃあ、どうするね。リフェスやってるから。いや、違う、俺がチームでやってたら面白くない。超面白いチームプレーだ。あ、なべちゃん、負傷か。痛い、痛いよ。痛いですよ。もう一回行くか、もう一回行くか。強い、強い。よこせよ。首みたいな。首みたいな。鍋、おお、鍋、鍋、えらしこ。それやりづらいっすよ。えらしこ見せた、えらしこ。何技？知らないの。うん、調べた方がいいよ、Google で。Google で検索してみ。えらしこ、えらしこ。そしたら多分ローナージュニョがいっぱい出てくる。いいね、4回。新井ちゃん、次動画やってみよう。
シェイさんの友達なんですか？あ、後輩じゃない、幼稚園の子。後輩だけど年上みたいな。じゃ後輩だけどサーベンみたいな。それは言わない約束でしょ。後輩だけどサーベンみたいな。おいくつなんですか？永遠の18歳。私もラスト1分。無理っしょ。18です。むしろ16じゃん。あ、いいじゃん、最高じゃん。それ16まで行ったらもうただガキだよ。うるさいな。動揺してる、動揺してる、動揺してるよ。ハッシーに褒め言葉をいただいたからさ。ヤシーさんはね、先輩には見えないね。ひどい年下なの。でも結婚すんの。ありがとうございます。ナオコちゃんっていうね、奥様がいるの。いや、いい、奥様は魔女。うれしい。うん、だって先週会った。ただ私のことからすぎづらい分野スタッフだよって紹介してた。絡みづらくないですか？ああ、絡みづらくないよね。絡みづらくないよね。つらいの。終わりか。シエさんが先輩？先輩だ。